Okay, so maybe I'll introduce the next item. And, you know, as we're mentioning, you know, TEPCO is a strange company. They caused this terrible accident. But there are people that we've met who, you know, are people that we can have a dialogue with as well. And one of them is Mr. Yoshiyuki Ishizaki. And he has actually retired from TEPCO a couple of years ago. And his job was to be the front person to go to talk to Fukushima residents to about their compensation payments, which of course, nobody was happy with it. They were so angry at him. And he also was part of the community. He was living in Tomioka. He knew these people, and he talks about his experience of, you know, after the accident of having to confront the people that he was friends with, who saw him as just, you know, part of this evil, you know, organization that causes terrible disaster. And we, you know, I spoke with him recently. We took a short video of our interview because, you know, he has left TEPCO and he has redoubled his efforts to help the communities in the way that he can. And I want to point out that he was instrumental in getting us access to Fukushima Daiichi, where 10 of us made a trip in late, I guess, 2018, and were able to openly monitor Fukushima Daiichi with our BGIs and put the data up. And we have continued to talk to TEPCO to get permission to put a real-time monitor on site. Don't make a lot of progress with that, but I think we should hear from Mr. Ishizaki about his experience and his thinking of, you know, his own responsibility and what needs to happen going forward. So can we run that video? Yeah, I think it's getting ready. Okay. Yep, just a little second. Yep. そうですね、あの会った時に東電で何ていう仕事のタイトルでしたでしょうか、その時のポストは東京電力福島復興本社の代表という立場でした、はいはい、結構大きな責任の仕事でしたですね、まあ、会社としてこの地域の皆さんに大変なご迷惑をおかけしました原発事故 で、うん、でそのご迷惑をおかけした人の、うん、まあ、いろいろお話を伺ったりですね、それから会社としてできることを、まあ、最前線でやる立場でありました、うん、で最初に会った時の話でやっぱりちょっと辛かったという感じで、特にそのもう援助金とかそういう、そういう福島県の人たちにじゃあお金の話しに行ったりお金渡したりしてて、その時にじゃあ自分が袋叩きになってたと、あ、大変でしたかなと、うん、まあ、一番大変だと思ったのは実は、うん、原発事故前にですね、うん、福島第二原発の所長を3年間やって、あ、そう、うん、富岡町に住んで、特に双葉郡の皆さんを中心にものすごい仲良くしてもらったんですね。でそういう人たちを事故で強制的に避難をさせてしまったと、うん、でちょうど3月寒い時期だったんで、うん、各避難所にお詫びにこう回った時に、うん、体育館でこう毛布にくるまって震えてる人たちがもうほとんどみんな知ってる人ばっかりだったんですね。で昔仲良くした人が毛布にくるまって私を見る目がですね、やっぱりもう忘れられないんですね。大変ですね。お前はその原子力は安全だと言ったな、うん、それを嘘ついたな、うん、みたいな話から始まってですね、ああ、やっぱり自分自身もその結果として地域の皆さんに原発安全だと言ってきた手前嘘をついてしまったっていう、うん、その自分のまあ罪悪感みたいなものがですね、うんうん、あって、そういう知ってる人たちとお会いするのは非常に、まあ、ある意味、うん、まあ、非常につらかったって言いますかね、はい、今の仕事ほとんど復興関係とおっしゃいましたんですね。なんか奈良でどういうことをやってるかとか、どういうふうになってほしいか、うん、まず奈良浜町に住んでますけども、奈良浜町で作った町づくり会社ってのがあるんですね、うん、でそこの今顧問をしてます、うん、でそれは町づくり会社ですから、うん、町のにぎわいを取り戻す、うん、いろんな仕事、うん、か仕事の幅はものすごい広いんです、ね、はい、ですから、まあ、
町の賑わいを取り戻すためには何をやってもいいっていう、逆にそういう立場なんです。あ、はいはい、でそういう立場と合わせていわきにある東日本国際大学っていう、まあ、小さな大学の客員教授もしてまして、うんうんうん、はい、大学の方では復興学という講座を担当しています、はいはい、でそこで実際に何を教えてるんですか。この地域になぜ原発ができたのかから始まってですね、でこの地域が原発とともに一緒に共存共栄をしてきた歴史と、それから事故が起きてしまったその事故の原因は何か、それから今後どうやって町をもう一度再生していくか復興していくか、まあそういう大きなテーマを学生の皆さんに自分の考えを話し、また学生の皆さんからいろいろ意見を聞くような、そういう授業をやってます、うん、で大きな課題ですよね本当に。あのでじゃあうまくいけば10年後この福島浜通りならどういうふうに見えるでしょう。うまくいけば可能性はたくさんあると思ってるんですよね、うんうん、というのも福島この浜通り特に、うん、海があって山があって川があって、うんうんうん、温泉もあるしゴルフ場もあるし、うんうん、すごくこう住みやすいところなんですよ、もともとその自然の良さを生かした、でその自然の良さ地域の良さをいろんなところに発信をしてるんですね、うんうん、でまずここにいる人がやっぱり明るく自由に楽しく生活をしてもらうと、うんうん、でそれを発信することで、あそんないいとこだったら俺も行ってみようと、うん、私も行ってみようと思えるようなエリアにする、うん、それはできると思ってます、はい、でも心配もあるじゃないですか。ただあのおっしゃるようにまだまだ人が帰ってこれないところもあるし、うん、そういう意味ではその明暗がすごくこの10年ではっきりしちゃったんですね、うん、ただその暗い部分はですねやっぱり少しでも明るくなるようにこれはもう国を挙げてしっかりと支援していくべきだと思いますけども、うんうん、少しずつ明るさを取り戻して、うん、こう自律的に動き出したところはですね、やっぱり私も個人の立場でもいろいろできることがあると思ってるんで、うんまあ、でもそれ以上はできないんですけども、やっぱりこの地域で頑張ってる人とコラボレーションしてですね、うん、あの活動していくのが私の役目だと思ってます、はい。ここの住民の心配とか占領とかそういう汚染とか精神とか、まあ話よく出るんですか、かその話もあまりもう出ないんですか。まあ私が今お付き合いしている人たちは多分あのみんな思ってるんですけど口に出さない人が増えてきた感じはしますね、うんうんうん、ただ皆さんやっぱり心の底ではもう心配してるんだと思いますけども、うんうん、でもそういうのには私もその放射線の専門家じゃないんで答えられないんですよ、うん、放射さんでもないし答えられないんですけども、でもやっぱり一緒に私もこの地域で、うん、しっかりと元気に過ごしてる、うん、その姿を見てもらうのが、うんまあ、自分としてもそうです、ね、自分の役割の一つなのかなというふうに思ってます、ね、はい、わ、はい、かりました。じゃあ本当にやっぱり福島の人ってなんか女性強いと思いますね、特にね、うんうん、川内村によく行くんですけども、うんうん、川内村行きました、ね、いや行ってる、まあそんなに知り合いはいないけど、川内村で私がもう川内村を仕切ってるその女性陣がいるんですね、うんうん、川内村アマゾネス軍団と呼んで、どういうの呼んでみんな怒らないの、ね、あもう怒らないです、全然仲良くしてもらってますし、何やってる人たち、うん、いやもう本当におばちゃんですよ、うん、もう年も70ぐらいの人ばっかりですけども、うんはい、いや強い強い、で昔からみんな農家とかやってたとか、ね、商売とかやってたとか、もう商売やってる人と、ね、農家の人とかね、うん、やっぱりでも楢葉町もそうだし富岡でも、うん、やっぱどの町村でもみんなやっぱり女性の方が元気だっていう感じがしますね、うんうんうん、いやあるんでしょう、元気は元気だけど協力して何かものを作るとか何かやるとかそれが大事じゃないですか、うん、で誰かリーダーシップ取れないとダメじゃないですか、うん、でそれがカリスマある人とか、なぜそういう人が出てくるかって不思議、うん、っていうのはあの震災の前には多分全然知らないじゃないですか、そういうことなったら
そういう能力があると。だからどうなる、これからどうなるのか。だから私見たらそういうお母さんの役割あるから、もしかしたらそれで自然にできるかなと思ってるけど、でこれでお子育ち子供が育てる場所なるかならないかって。で奈良に子供が多いとおっしゃったでしょ。今240人ぐらい、うん、他の町にまだないでしょ。ですね、少ないですね。ね、うん、でも例えば川内村なんかは子育て支援って一生懸命やってるんですよ、はい、シングルマザーの方なんか来たらね、はい、教育費無料ですよとか、まあ、いろんな支援をしたりして、うん、少しずつ増えてきておりますけどね、うん、だからやっぱり行政として、うん、こう支援する制度もですね、うんうん、どこにお金を使うかって、その箱物に作る、うん、はい、まあ、10年でしたけども、これからはソフトに使う10年、はい、20年、30年が来ると。ソフトでできるから。いや、それが難しいでしょ。いや難しいけど、それをやらなかったらダメだと思うんですよ、はい、インフラとかハーとか道路とか堤防とか、それは意外とやりやすいじゃないですか、システムあるから。そうです。だからそこに国もお金を出しやすいんです、ね、出しやすい。ソフトにはなかなか人間に使えない。そうなんです。でもその問題を解決するのは、うん、いつまでも国に頼っちゃダメだと思ってるんですね、うん、でそういうのに気がついてる人たちはやっぱり自分たちの生活、うん、運命は自分たちで決めるんだっていう、うん、そういう自立意識が少しずつ芽生えてきてるんですよ、うん、例えば私がお付き合いしてる浜通り13っていう名刺を渡しましたけど、うんうん、その13の人たちは双葉郡で商売をやっていた比較的若い世代なんですけども、うんうん、その人たちが原発事故でみんないわきに避難したと、はい、でいわきで商売を始めさせてもらったと、うん、でも被災12市町村の中にいわき市が、うん、お世話になってるいわき市が入ってないんで、うん、じゃあいわき市を入れて浜通り13ってして、うんうん、浜通り全体を盛り上げるようにみんなで頑張ろうって集まってる、うん、はい、みんな商売アントレプレニュアとか、そうです、みんな新しいビジネスとかこの地域で商売、もともと商売やってた、はい、で町の商売というのは農家とかいうことより、農家ではなくて商業、うん、商業ね、どっちかって商業工業、うんうん、建設業とか、うんうん、そういう人たちがやっぱりいつまでも国に頼っちゃいけないんで、自分たちでこの地域を作っていこう、はい、その時にいわき市も入れて、うん、みんなで連携をして浜通り全体を良くしていこうよっていう、うんうん、自立意識が出た、うん、その組織が、うん、はい、浜通り13。なるほど。まだ NPO とか法人まだなってないと。これから法人にする予定ですけど、ね、そういう意味での高等教育機関というのは、うん、やっぱりまだ、うん、少ない、足りないっていう実態はあると思います、ね、足りないでしょ。大学で教えられないところ多いでしょ、うん、だからそれでどうしましょうか。どういう教育、今後多分必要なのは、うん、廃炉に関わる技術者、うん、あ、はい、今は東京に本社がある大手のメーカーが東京電力から受注をしてですね、それで下請けの仕事として少しずつ地元の企業を使うようになってますけども、うん、でもまだまだそれは不十分なんですね。やっぱり地元の技術レベルも上げないと本当の意味での共存共栄できないんで、はい、そういう意味での高等教育機関は必要だと思うんですね。まあ、職業訓練校的な学校、うん、それがハーフォードにあるんですね。あるんですか、ね、はい、ハーフォードにコロンビアベースンカレッジっていうのは、はいはい、それは地元の企業がお金を寄付して、うん、で地元の自治体と一緒に作って、うん、でそこの CBC っていう略称で言いますけども、うん、そこで学ぶと必ずハーフォードで働ける、うん、で高い給料もらえる、うん、だからそのもちろんその地域に住むっていう条件がついててですね、だからそれがうまくこう回転してですね、うんうんうん、いやー、これはまあ一つのビジョンがあるんですよ確か、うん、やっぱりこれから今特に廃炉とかそういう問題に対してやっぱり責任感が持っているローカルの人たちがそれができれば一番いいですよ、うん、まあ、ここで、うん、まあ、大手企業の場合は、まあ、お金儲けていることは一番じゃないですか。で目的違うから多分結果も違うじゃないですかと、うん、でこれはじゃあどうなるか、課題が大きい。
今本当に直近で必要なのは、うん、もうおせっかいじいさんだと思ってます、はいはい、やっぱりそれなりの経験があって、はい、まあ、定年になっちゃったけども、はい、まあ、この地域が好きだから住んでね、はいはいはい、で若い人たちがこれからやっていこうという時にそのつなぎ役とか、はい、コーディネーター役っていうか、うん、ファシリテーターというか、うん、まあ、そういう存在が必要なんじゃないかと、うん、今の時代ね、うん、それをやろうと今やろうとしてるね、おせっかいじいさんですか、そういう感じ、自ら今年から俺はおせっかいじいさんになるよってみんなに宣言してるんですよ、はいはいはい、ほんでいろんなところにも顔を出して口出して、そっちの、まあ、モデルになるわけね、いろんな人知ってるんで、はい、あの例えば相談を受けた時に、はい、あ、そういう話だったらこの人ちょっと紹介してあげようかとか、はいはいはい、こっちの話だったらこの人紹介しようとかね、はいはい、そういうことはやってますですね、ネットワーク関係、ね、自分は何もできないんだけども人だけこう紹介することはできるんで、ね、それはどういう能力ですか、なぜその能力あるんですか、あ、能力じゃないですよ、それは今までの経験から、はいはい、あの培ったその人脈ですよね、あ、うん、とにかくご縁、一度いただいたご縁、ね、うん、ご縁は一生っていうのはずっと自分のポリシーだった、うん、はいはい、だからちょっとでも関係が築けたらそれをずっと細長くつないでいくことをずっとやってきたんですね、うん、会社生活41年、でそれでふっと気がついたら結構な人知ってるんで、はいはいはい、その中 で、ね、それが大事ね、まあ、確か能力と思ってないらしいだけど、私はそれは能力だと思います、人間らしい基本的な社会的能力だと思いますね、じゃあとにかくやっぱり会って話よかった、でこれからいやずっとこの連絡続きたいと思いますね、でどうなるかって、あの、ね、もうご縁は一生ですから、そうですね、はい、ちょっと本当にありがとうございました、ありがとうございました、ね。